こんにちは、リコです。本日は最近おうち時間が増えてきているということで、私のおうちでの過ごし方を一日撮ってみました。なんか今こうやって見ると私生活感が溢れすぎていて、なんか恥ずかしい気もするんですけど、本当に私の一日をね、ゆるくカメラを回して撮ってみたので、皆さんのおうち時間のなんか本当一部になれればなっていう風に思っております。ゆるゆるっとした動画になっているかと思いますが、皆さんぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。本当におうち時間すぎてすいませんって感じなんですけど、ぜひぜひ。こちら気象ですね。リアルですとてもリアルですね、この気象は。本当にもうなんか朝目覚まし鳴らすとこ鳴らして起きるところから撮ろうかなっていうか、撮った方がいいのかなと思ったんですけど、ちょっと私にはそんな高度な技術ができなくて、もう朝起きてその瞬間にカメラを回すという方法でちょっと撮っていったんですけど、大丈夫ですかね。こちらいつもドライフラワー朝起きて見て、あー今日もいい天気だなーとか、いろいろ窓を開けて外の空気を吸って感じております。一日私はどんな風に過ごしているのか。起床は10時ですね、ほぼ本日で。タオルを取って朝まず洗面台に向かいます。手洗いうがいをして、こちら今手洗ってますね。で髪の毛を結んでうがいをします。やっぱり寝てる間に季節関係なく乾燥はね、やっぱ年中しちゃうものなので、しっかりうがいをしてから朝の準備に入っております。そしてこちら洗顔ですね。朝もう私洗顔料前まで扱っていたんですけど、なんか乾燥肌の人は特にぬるま湯とかで優しく洗ってあげて、タオルでポンポンポンと拭いてあげるのがいいということだったので、朝は何も使わずお水だけでしっかり顔を洗ってあげています。でこちらスキンケアしてますね。前の YouTube にスキンケアの方法を軽く載せてあるので、ぜひそちらも見ていただければなというふうに思います。すっごいもう本当寝起きなのにドスッピンなんですけど、すごいですね。でこちらすごい見切れ方をしているんですが、何をしているかと言いますと、一応ストレッチをしております。私の取り方が下手すぎて、なんかすごい見切れ方をしているんですけど、こちらストレッチポールですね。あ、もうもはや髪の毛しか映っていない、あーなんかあー髪の毛しか映ってないんですけど、ストレッチをしております。で私は毎朝まず一杯絶対白湯を飲むっていう風に決めていて、白湯は体にもいいということなのでぜひおすすめです。一杯まずその準備中に飲んで、その後朝ごはんとかなんだかんだ朝の準備2杯を飲むのかな、コップ2杯分は白湯を飲んでます。でこちら毎日欠かさず経温ですね、温度体温を測っております。朝昼晩測ってやっております。でこの学校の紙にもね、記入をしないといけないので、その記入のために今は書いてますね、いろいろと。これで終わったようですね、記入が。でまたここで白湯を飲みます。白湯はいつもあったかいお湯をポットに溜めていた、さっきあったと思うんですけど、それで、まあ、あの夜寝る前にあったかい水に入れといてっていう感じでやっております。はい、そしてこちら洋服を選んでおります。私はなんかすごいエピソードを話しますと、勉強机を知らないお母さんに捨てられてまして
私のお部屋は今こんな感じでね、本当に結構ザーッと洋服が並んでいるっていう感じです。でやっぱお家なのでゆったりとした洋服を選ぶことが最近多いですね。本当にこんな感じでトレーナーとか T シャツ系にゆるゆるっとしたカラーパンツとか、でやっぱ春なのでね、カラーパンツだったり転写プリントだったり、ちょっと春のトレンドを取り入れたいなっていう気分はあるので、そういう感じで若干トレンドを取り入れつつ、ゆるゆるっとした格好で過ごしております。お部屋がちょっと映ってますね。こちら朝ごはんです。朝ごはんの登場。本当にもうね、なんか撮影用だからとか全然意識してなくて、リアルな朝ごはんなんですけど、朝やっぱ起きる時間がどうしても、さっき時計でもあったんですけど10時とかで、なかなか遅くなっちゃうんですけど、で最近はね9時とかに起きるように意識してるんですよ、ちょっとだけで、まあざっと説明すると、こちらいちごヨーグルトの上にグラノーラ乗せて、でこのなんかメロンがすごくなんか風、この今この時期にすごくいいみたいな感じでテレビでやってて、早速買ってきましたメロンとキウイで、また白湯を飲んでおります。朝ごはんの時はね、はい、いただきますと、ちゃんと食べ物に干渉していただきましょう。全然可愛いお皿とかね、もっとなんか女子力高い感じのに入れればよかったですね、今思えば。あ、これはちょっとお母さんと喋ってます私朝昼晩ちゃんと撮ろうっていう派なので、撮影があったりとか普段学校がある時はちゃんと朝ごはんにパンとかもバランスよく撮ってます。で朝ごはんが終わってメイクをしています。私はいつも着替えてから朝ごはんを食べて、学校の時も制服に着替えてから朝ごはんを食べる派なので、まず着替えて、やっぱ目覚ましっていうか、目をちゃんと覚ましてから着替えだったりしてますね。おうち時間は結構すっぴんの日もあるんですけど、この日はちょっと TikTok 撮ろうかなと思ってたりしたので、気分で本当にします。でもやっぱメイクするって決めた日は結構こうやって朝ごはんから昼ごはんの間にやりますね。でも結構すっぴんの日が多いかな。それこそおうち時間で肌を休めるっていうことも大切だと思うので。でこちらアイメイク、そうですね、リップ以外のメイク終わらせたまま洗面台に向かい、歯磨きをしっかりします。私的にはこの歯磨きをして、そのリップがついてないのに他のメイクが終わって髪の毛もボサボサっていう、この状態がすごくなんか嫌なんですけどこれ今鏡でね見ながら、すごいすっぴんみたいだなっていう顔してます。で髪の毛をやっとね整え始めます。ここまでこのねひどい寝癖でお届けしてたっていうのが申し訳ないんですけど、私のリアルなルーティンというかあれなのでどうしてもここまで寝癖でのお届けになってしまいました、すいません。こちら前に YouTube でもご紹介して、すごいあのファンの方で真似してよって言ってくださる方が多かったストレートアイロンです。ぜひ最初の方の動画になっちゃうんですけど、ぜひそちらも見ていただけると嬉しい。で前髪だけ水で濡らしてブローします。今ドライヤーしてるところですね。で、あ、白湯を飲んで登場っていうの仕方なんですけど、で歯磨きとか全部終わってからリップは塗ります。で最初にバセリンで結構乾燥してたら唇の皮とかもねパサついちゃったりしてることもあるので、それバセリンをしっかり綿棒で塗ってから、今回はこのディオールさんの赤のグロスを使ってます。最近グロスにハマっていて、やっぱ季節的な問題もあるんですけど、個人的にすごいグロスにハマっております。テレビ見てますオッケー、ピース。そして続いて横から登場してきたんですけど、お母さんと今日どうするみたいな話をしながら、私は皆さんからいただくコメントだったり SNS をチェックしております。朝の準備は私はスマホいじってダラダラせず、もうしっかりバーッと終わらせて、こういう SNS を見る時間を設けてSNS 見る時間を満たしてもらってるっていう感じ で、こちらお昼ご飯ですね。もう起きるのが遅かったのでお昼ご飯の時間もすぐあっという間に来ちゃいます。ちょっと最近お昼ご飯ちょっとしっかり食べ過ぎすぎてて食べ過ぎすぎててちょっと
やばいなっていうのは感じてるんですけど、いただきますと。こちら前にもストーリーで抜けたんですけど、私すごくネバネバ系が大好きなんですよ。納豆とかで、最近はその納豆だけのご飯がどん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 進化していきまして、この日はね、あのマグロが冷蔵庫にあったので、マグロ入れて、あとキムチ入れて、オクラ入れて、納豆入れて、どんどん進化させております。だからこんな多くなっちゃうんですね、量が。美味しすぎて拍手してましたね。本当に私大丈夫かな、これ不安になってきた。で、皆さんが想像してるあれと違いますよね。こんながっつりお昼から食べる人います？がっつり食べ過ぎでしょ、自分びっくりしちゃう。すっごい食べるじゃんね、すごい食べるね。でもちゃんとサラダは3食でどこかで絶対取り入れるっていうのを意識しているので、この日お昼にねサラダをしっかりとっております。ちゃんと大好きなトマトも入ってますよ。あ、すごい葉っぱが大丈夫かな、ちゃんとね、はい、食べてます。ちょっとこれスマホ置く位置が悪かった、カメラ置く位置が悪かったです。で、あとお味噌汁ですね、飲んで。いや、もうちょっと可愛いお昼ご飯にすればよかったかな。あ、これはテレビを見てますね。ご飯食べるときはテレビを見ながらとか、やっぱ無音だと悲しいし、ご飯食べるときに音楽を聴くっていうのもちょっと違う気がするので、ご飯食べるときはテレビを見たり、お母さんと話したりしてます。サラダ食べてますなんか話してますね、お母さんとなんかいろいろ話してます。この日はちょっと量が多かったですね、たくさん食べて、ってしてます。で、白湯を飲んで、これも3杯目とかかな、このお昼になると。はい、ごちそうさまでした、美味しかったです。この丼はね本当に簡単なので、自分でささっといつも作っちゃいます。あの料理と理由、料理はねしてないんですけど本当に。で、こちらお昼ご飯終わって、フルーツと緑茶です。緑茶、本当は朝ごはんの後とかなんですけども、この日はお昼ご飯の後でしたね。朝かお昼ご飯の後に緑茶を一杯飲むっていうのも決めていて、このおうち時間は特に緑茶一杯必ず飲み切ってます、食後に。はあ、何しようかなって思ってますね、きっとこの後課題やりたくないなと思ってます。緑茶は何がいいって、この一番最後のこの、なんていうんですか、残りのお葉っぱまでしっかり飲むと、それが体にいいみたいですよ。ちょっと苦い部分っていうのかな。ごちそうさまでしたと。はい。もう2時23分ですね。この日は1時半頃からお昼ご飯食べ始めたのかな。で、歯磨きをしっかりして、こちらスマホをいじっていると見せかけての調べ学習をしています。私は最近お昼のこの自然光を浴びながら課題をやるっていうのが結構やる気につながっているので、この自然光が自然光がやる気につながっているので、やっぱいつも学校とかお仕事があるとどうしても夜勉強とか宿題とかになっちゃうんですけど、このおうち時間はお昼にこうやってお昼ご飯食べてから一旦課題を挟んでやりたいゲームだったりをするっていう感じ意識してます。あ、もう4時17分ですね。ここで SNS チェックタイム入ります。この前にもね、やっぱこのカメラ内に収まらなかったあれなんですけど、 TikTok 撮ったりとか SNS は結構こまめにチェックしているんですけど、で、ここでもうお待ちかねの顔が嬉しそう熱盛をしています。これはお母さんとね話しながらやってます。最近可愛い住民が引っ越してきたんだよっていう話をお母さんにしてました。で、ここでも白湯飲んでますね。一日私本当にお茶、さっきの緑茶か白湯しか飲まないので、ってなるとやっぱり白湯の割合が結構多いかなと思います。やってますね。
でも本当にこのカメラ内に収まらなかったっていうかあれなんですけど、やっぱおうち時間って言ってもずっとおうちにいるとやっぱりそれも不健康につながってしまうので、ちょっと近所を歩いたりとか少しリフレッシュにベランダ出たりとかもいいのかなっていうふうに思います。で次、さっき調べ学習だったんですけど、これはなんかテレビを見てやらないといけない課題があって、それでテレビを見ながら課題をしています。でよくいただく質問ね、このメガネなんですけど、私このメガネ本当に度が入っているメガネなんですよ。で学校でも一番後ろの席とか、これ私今テレビから一番遠い椅子で見てるんですけど、文字がね結構見えにくくなっちゃったりしてて、そういう時につけてるメガネっていう感じです。だからこのメガネがないと見えないとか生活に支障があるっていうわけじゃないんですけど、メガネはしてやってますね。皆さんも課題はたくさんありますか？私は結構最初の方に珍しく今回は頑張ったので、あつ森のためになので今はもうほぼ終わりかけてるっていう感じなんですけど、まあやらないとね全然ダメですね、まだまだ。でそしてこちら、お片付けをしておりますよくあれですよね、テスト前とかに急に部屋の片付け始めちゃうとか、なんかそういう感覚で多分課題が嫌になって片付け始めたんですかね私でだいたいこの片付けは本当に珍しいですよファンの方からすごいいただくんですよね、パックを。だから全然使い切れてないんですけど、私普段なんかパックとか逆にしすぎちゃうと肌荒れしちゃったりとかもあるので、撮影のなんか大事な撮影の前とか、だから1週間続けて毎日パックとかはあんまりしないですね。やっぱおうち時間ね結構やることないって感じてしまうことが多いので、そういう時は片付けで、片付けとか勉強するときは私基本無音で頑張ってるんですけど、お片付けとかは音楽を流しながらやってます、自分のテンションアップのため。でこれ一回閉めるじゃないですか、開けるじゃないですか、おっとつっかかった本当に私お片付け下手なんですよね。でもこんなガサ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 取り出してその下に無理やり入れるっていう、ちゃんと一回全部出しなさい私本当にすみません、 B 型出過ぎ案件ですねこれは。はい、大丈夫かな、ちゃんとね整理して入れて入れて、下の段もちゃんと片付けて、よし。でこちら、あつ森タイムです。絶賛あつ森タイムです。でちょっと気温が下がってきたので上にパーカーをね上から着ちゃいました。絶賛あつ森、もう最近私は島クリエイターになったので、島クリエイターになるとね急に幅が広がるじゃないですか、楽しくて楽しくてもうずっとやってますよ、放置されたら永遠してます私の島がちょっと見えてますね、ポッケがいっぱいですよ。皆さんは島クリエイターですか？ぜひ皆さんのあつ森記録も教えてください最近私インスタのストーリーに勝手にあつ森記録あげるのすごいハマってて、個人的にちょっと楽しんでます。でいつもゲームするときとか読書するときはだいたいこのクマちゃんのねぬいぐるみの前でしたりしてます。すごい楽なんですよねここ、あとお昼寝するときもここですもうあっという間に5時18分です。でこちら夜ご飯です。この日の夜ご飯すごかったな、てかこの日の一日私ちょっとやばいな大丈夫かな、すっごい食べてる。はい、いただきます。私すごい味の濃いものが大好きなんですね。すごい多分私のことをすごく女子力高いとか、なんかすごい女の子らしくて透明感があってみたいなコメントすごいいただくんですけど、私結構本当に結構声も低いし性格結構サバサバしてて結構ね女子力ないんですよ。あ、知ってる方もたくさんいると思うんですけど本当に女子力ないんですよね私。で味の濃いものがバンバン大好きで、このお好み焼きすごい大好きです。ごちそうさまでした、美味しかったです。今日一日の食事もとても
夜にサラダ、野菜を取らなかったので野菜ジュースも飲んでます。でこの日から読み始めたんですよ、この本。この前インスタグラムにアップしたんですけど、読み始めたんですけど、この次の日もずっと読んじゃってすごい面白かったです。でこちら何をしてるんだこれっていう感じなんですけど、筋トレをしてますね。腹筋をだいたい4種類ぐらいやって、腕立てと背筋をやってっていう感じです。であとこれも動画内に収まってないんですけど、私はねちょっと運動しないとやばいなと思ってるので縄跳びをしてます、家で。で10時過ぎ、ほぼ11時ですかね、お風呂に入ります。こちらもねファンの方からいただいたラッシュとか入浴剤をよく入れてます。でお風呂から上がってきました。髪の毛びっちょびちょですね、大丈夫かな。でブラシで溶かして、最近皆さんからもすごいコメントいただくんですけど、髪の毛伸びてきたのでドライヤーする時間がね本当にすごい長くなったなっていう風に感じます。でスキンケア、夜もお風呂上がってなるべくすぐもう髪の毛乾かす前にスキンケアをします。化粧水は本当にもう上がってすぐそのままの勢いでやらないとやっぱりすぐ乾燥してしまうので、これもね動画にあるんですけど、化粧水、乳液、保湿クリームして、でこちらシマのいつもお世話になってるレイさんっていう方がいるんですけど、レイさんがねプレゼントしてくださったシマのトリートメントなんですよ。これすごくいいんです、すごいいい匂い で、やっぱこのおうち時間なかなか美容院とかも行けない日が続いているので、ドライヤーする前にこの洗い流さないタイプのトリートメントをやってドライヤーして寝てっていう感じです。髪の毛のケアはそんな感じですね。でまたくまちゃんのぬいぐるみの前に来まして、本当に結構体全体ですね、こう今は足しかあれなんですけど、体全体をしっかり保湿してマッサージして、やっぱり休みの時ほど血行も悪くなるしむくみとかもしやすくなるのでの足の指をほぐすのがすごいいいらしいですよ。ってことで足の指を最近はほぐしてます。でこの日は大好きなアークロックさんのライブ映像が流れる日だったので、それをつけながらゆったりと素敵な夜を過ごしておりました。でちゃんと歯磨きして、また寝る前にもねうがいを私はしています。映ってないけどねここに。で終わり。そうこれめっちゃ可愛くないですか、サメのスリッパ。学校の友達が誕生日にくれたんですよ。私枕の 上にタオルを引かないと寝れない人なんですよね。だから枕の上にいつもなんかキャラクターもののタオルだったりを引いて寝てます。おやすみって感じですね。ん？あれ？さっきのリモコンどこ行った？あった。じゃあちゃんと寝ます、おやすみなさい、という感じでした。皆さんもおうち時間頑張りましょうというより本当楽しみましょうですね。皆さんそれぞれのやり方でそれぞれの過ごし方でおうち時間一緒に楽しめたらなっていうふうに思います。ではまたね、ありがとうございました。